このイケメンお待ちになって、金髪美女があなたを未来の夫にご指名よ。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、この暗く冷たいダンジョンでさまよい続ける魂たちよ、安らかに眠りなさい。ターンアンデッド。今日のアクアは一味違う。アンデッドを浄化するこの姿、どこに出しても恥ずかしくない立派な女神の姿だ。はぁ、これで一段落かしらね。いや助かったよ。こんなアンデッドモンスターの巣窟、俺一人で来てたら危ないところだったわ。あら、ようやく私の凄さが分かってきた。もっと敬ってもいいのよ。そこにプリーストがいるのか。誰だ。私はキール。このダンジョンを作り、貴族の霊場をさらった悪い魔法使いさ。そのお嬢様はご機嫌取りのために王に嫁がされた娘でな。だが王には可愛がられず、城内でも虐げられていた。私の願いはただ一つだけだった。愛するお嬢様がもう虐げられず幸せになること。だから私はお嬢様をさらったのだよ。大魔術師の地位を捨て、王国軍とドンパチしながら愛の逃避行が始まったのさ。つまり、あんたは悪い魔法使いじゃなくて、いい魔法使いだったってことか？だったってことだな。で、さらったお嬢様にプロポーズして、二つ返事でオッケーをもらって、幸せな日々を過ごしたわけだ。ちなみに、そこでドクロになってるのが私の妻。さらったお嬢様だよ。どうだ、鎖骨のラインが美しいだろう。お嬢様は安らかに成仏してるわね。そう。だから、私を浄化してはくれないか。君はそれができるほどの力を持ったプリーストだろう。キールはお嬢様を守る際に重傷を負ったが、彼女を守り抜くために人であることをやめリッチーになったらしい。守り抜くために。このリッチーかっこいいじゃないか。さあ準備 OK よ。いやー助かるよ。アンデッドが自殺するなんてシュールなことはできないのでね。じっと朽ち果てるのを待っていたら、とてつもない神聖な力を感じたので、思わず私も長い眠りから覚めたってものさ。さあ、私を妻のもとへ送ってくれ。神の断りを捨て、自らリッチーとなったアークウィザードよ。水の女神アクアの名において、あなたの罪を許します。感謝します。そうだ、妻の亡骸のそばにわずかだが宝がある。浄化のお礼に受け取ってほしい。わかった、あっちでお嬢様に会えるといいな。セイクリッド・ターン・アンデッド。妻よ、今行く。帰るか。でもその前に、アクア、キールはとてつもない神聖な力を感じて目覚めたって言ってたけど、このダンジョンでやたらとアンデッドに出会うのって、別にお前と一緒にいるからじゃないよな。そんなことないと思うわ。
お前とクエストに行くと必ずアンデッドはお前にたかるし、女神はアンデッドを引き寄せる性質なのか？そんなわけないわよ。だから私だけ置いていこうとかそんなことは考えないで。って言ったそばからモンスターの大群が押し寄せてきてんじゃねえか。アンデッドに好かれてんじゃねえ。だってだって、私が神々しくて生命力にあふれてるのは生まれつきなんだからしょうがないじゃないの。それでも何、私にカズマの引きニートレベルにまでこの神聖なオーラを下げるっていうの？こいつてか今は逃げるぞ。待ってよカズマ。私はシュワシュワ飲んだらダメなんですか？飲ませてください。一杯だけでいいですから。子供にはまだ早い。それにお宝は借金返済に充てるから、あんまり贅沢はダメだぞ。もうバイトとかやってらんないわよ。やっぱりクエストだわよ。課長風月クエスト達成おめでとうございますお姉さん、今回はお姉さんのおかげで助かりました。僕からのおごりです。どうぞ飲んでください。え、おごり？おいみんな、今日はカズマがおごってくれるってよ。え、カズマのおごり？さすがはカズマ、いざって時気前がいいぜ。カズマ、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 よーし、お前ら飲め飲め。借金は減らないし、容疑も晴れないけど、なんかいいな、冒険者してるって感じだ。今日は朝まで飲むわよ。おおおおおおおカズマさん、背中刺さって。何やってんだ俺。このままじゃダメだ。このスバ、メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ、誰？カズマ、そういった言葉詰めプレイは後にしてくれ。喜んでる？お前ダックネスか？一瞬誰だか分かりませんでしたよ。でもその格好は？聞いちゃダメよ、きっと領主に強要されて何があったのかは聞かないが、ゆっくり風呂にでも入って心と体を癒してきてくれ。苦労をかけたな勘違いするな、領主にもてあそばれていると思ったか。この服はメイドに無理やり着させられただけだ。このスバ、やはりこの格好の方が落ち着くな。似合っていましたけどね。それよりも大変と言っていましたが。そう、大変なんだ。これを見てくれ。この肖像が誰なの？先日お前が屋敷を爆破した両者アルダープの息子だ。へえ、このイケメンがあの嫌なおっさんの。アルダープめ、カズマへの猶予の代償として息子との見合いを申し出てきた。私の父もアルダープはともかく息子は高く評価していてな。どうも今日の見合いには乗り気のようなのだ。頼む、私と一緒に来て見合いを中止にするよう父を説得してくれないか。なるほど、このまま放っておけばうちの大事なクルセイダーが嫁に行ってしまう。ん？大事な？攻撃が当たらないクルセイダーが寿退社なんていいことだ。
別にいらないことしてパーティーから追い出すわけじゃない。これだ！ダグデス、見合いを受けろ！どういうことだ？このままダグデスが冒険者を辞めちゃってもいいんですか？いやまあ聞けよ。どうせ見合いを断ったところで、あの領主はまた無理難題をふっかけてくるに決まってる。だったら見合いを受けた後でそれをぶち壊す方がいいだろ。ダクネスの家の名前が傷つかない程度にさ。それだ、それで行こう。うまくいけば見合いの話が持ち上がるたびにいちいち父を張り倒しに行かなくて済む。そんなことしてたのか、親父さんかわいそうに。佐藤一馬、佐藤一馬はいるか？ちょっと今度は何よ。町の周囲にモンスターが溢れている。すぐ出頭してもらおう。お断りします。今私たちの仲間が危機にさらされているのです。それを放っておくわけにはいきません。なあ、落ち着け。待てよ、アクアはどうとでもなるが、めぐみは妙なところで頭が切れる。正直いない方が都合がいい。めぐみ、お前が言ってくれ。え、ですが私だってダークネスのために。大量のモンスターが相手なら爆裂魔法の出番じゃないか。これはお前にしかできないことなんだ。はっ、私にしか。ダークネスのことは俺とアクアに任せて、そっちは頼んだぞ、最強のアークウィザード。我が力見せてあげましょう。よし、これで邪魔者はいなくなった。この見合い俺が必ず成功させてやる。このスバ、もうすぐ領主の息子がここに到着するらしいわよ。俺とアクアが臨時の従者としてお前をフォローしてやるからな。フォローなど必要ない、私の力でぶち壊してやる。見合いなんてぶち壊してやるぞ。家の名前に傷をつけないってところをすっかり忘れてるだろう。悪評が立って嫁の行き先がなくなれば、心置きなく冒険者家業が続けられる。続けられたら困るんだよ。ダクネスの親父さんに頼まれたし、見合いがうまくいったら報酬も出すって言うし。感動など覚悟の上だ。それでも必死に生きようと無茶なクエストを受け続けた私は、力及ばず魔王軍の手先に捕まり組み伏せられ、私はそんな人生を送りたい。お前とうとう言い切りやがったな。大体あんな男は私の好みのタイプではないのだ。まず人柄がものすごくいいらしい。誰に対しても怒らず努力家で、最年少で騎士に叙勲されたほどの剣の腕も持っているそうだ。ねえダクネス、一体何が不満なの？とってもいい相手だと思うんだけど。ダメだ、全然なっていない。貴族なら貴族らしく常に下品な笑みを浮かべていろ。そしてカズマが向けてくる舐め回すようないやらしい視線で見られないとダメだ。そうそんな視線で見てないし。そもそも私の好みはあんな男とは正反対なのだ。外見はパッとせず、体型は広くても太っていてもいい。私が一途に思っているのに他の女に言い寄られればすぐ鼻の下を伸ばす意志の弱い男がいいな。年中発情してスケベそうなのは必須条件だ。そして楽に人生を送りたいと人生舐めてるダメなやつがいい。借金があれば申し分ないが、そして俺がダメなのは世間が悪いと文句を言い、空の瓶を私に投げてこう言うのだ。おいダクネス、そのいやらしい体を使って金を稼いでこい。くぅ、たまらん。畜生、この女はもうダメだ。